ボチェロの情景。プリート・ボレーティーサクコルシカ島の祈りは、バーツ・ラフネ・リベルの作曲した、水奏楽曲。世界の多くの地域と、同様、コルシカ島でも、早々の場で悲しみを表すための歌が存在していた。この作品は、そのような場で歌われたボチェロと呼ばれる愛歌を題材とし、1775年に、マテウという名の医者のために歌われたボチェロを取り上げている。 原曲が生まれてから200年後に当たる1975年に作曲され1976年に出版された。トタンチエスプレッシーボ、3、4拍子。演奏時間は7分程度。鐘の音に導かれて、クラリネット群が陰鬱な旋律を奏して始まり、低音楽器の動機がそれに応える。この組み合わせが何度も繰り返され、打楽器のリズムを挟み、 音域を広げながら音量を増してゆく。クレッシェンドの頂点において、アレグロマルカート4、4拍子に転じ、低音の動機が全面に出る。それが静まると、再びクラリネット族の合奏から盛り上がり、打楽器とコルネットのファンファーレが復讐の誓いを象徴するクライマックスを築く。ありがとうございます。